こんにちは。はい、こんにちは。今週も元気？はい、元気です。はいよ。今年は僕ね、一つ、今までしたことない経験しまして、ほう、初めて選挙というやつに、はい、真正面から向かってみました。どういうこと？それは投票したっていうことじゃない、じゃなくて、ある候補者の方の、まあ、インターネット周り、まあ、映像とかも含めてなんですけど、はいはい、それ全部やってみて、いやー大変ですね。そうだろうね、選挙はね。選挙って、で、まあ、町のリーダーを決めたりとか、まあ、その政治家を決めるわけじゃないですか。そうだね、なんか改めて大切やなって思いました。そうだね、いいことじゃない。本当ですか？結構どうです、僕もそうだったんですが、うちのかみさんとも選挙終わって、投票日、今までずっとちゃんと投票はしてたんですけど、投票所に行って、看板見て、まあ、それこそちょっと大げさな言い方すると、どれにしようかな状態なわけですよでこの人男前やしなとか、なんか悪い人じゃなさそうやしとか。はっきり言って、それレベル C 入れるから、あまりその辺の話しない方がいいかもしれないいやでもね、多くのやっぱり人はやっぱりそういうね、覚えやすい名前だとかね、そう、はい、でなくて、ちゃんと政策見てみようとか、改めてね、まあ嘘つく方多いからねでもそれを見破るのも、国民やったり県民やったり市民やったり、でも見破れなくてもメダル噛まれるかもしれないしねいやいや、分からんよね。いや、まあ、もう本当大変ねえ、なんか変えてくれないっていう話だからもう最悪だよね。ねえ、トヨタさん怒るの分かるよ。怒ってたね、だいぶ怒ってたね。まあまあ、あかんでしょう。まあ、でもすごい重要やし、僕ね、改めてですね、この町のことが好きになりました。なるほど、はい、いろんな各地をこう取材して回ったんです、映像を撮るにあたって、でそれぞれの地域でやっぱりいろいろ頑張ってる活躍されてる方々の思いとか違う観点からね見てたらね、なるほどね、政治の目で見るんだろうね、そういう時にやっぱしね。ああ、なのかな、まあでも、各地を回った時に、これオートバイでも同じことを言えるんですけど、まあ、例えば兵庫県とかだと、竹田城って天空の城とかあるね、有名なね。で、まあそういうとこに行きましたとか、ツーリングでも、清さんが連れて行ってくれたや。あ、行きました。すごい景色じゃないですか、素晴らしい場所ですよ、まあでもそれもすごく大切なんだけど、じゃあそこの天空の城竹田城行った帰りに食べたホルモンうどんのおばちゃんがめっちゃ良かったとかね、そこですよね。なるほど。その町の魅力をさらにこうブラッシュアップしてくれる。見せるのは。そうなんです。やっぱり人なんですよ。政治じゃなくてね。いやいや、ね、やっぱりそこに住んでいる人だよね。そう。その人たちによって町がどういうイメージを持つかっていうのは、見えてくるね。それはオートバイ屋さんでも並べてるバイクはほぼ同じものであっても。ああ、そうね。そう。ねえ、親父さんだったり、ねえ、整備士のお兄ちゃんの、ねえ、なんか気の利いた相槌だったり。そうです、そうだよね。だから前回、前々回かな、来年の4月から高速道路料金が大幅割引するわけじゃないですか。はい、ぜひとも、まあ、コロナがねある程度収束していることを願いつつなんですが、その時期で結構なんで、この神戸の街や、兵庫の街に遊びに来てください。はい、とこめっちゃありますから。なるほど。急に観光大使みたいなこと言いましたまあそれはいいことだね。ガデン飲水よろしいんじゃないですか。ですね。で、まあ、改めてなんですけど、まあ、そんな忙しい日々の中でなかなかバイク乗る時間もなかったんですが、とはいえ片山さんから教わった、オートバイのこう気持ちいい乗り方というものをこう実践する機会があった時にはなるべく実践しようとしてます。例えば、骨盤ロックとか あれ難しいよ。難しいね、ちょっとこれを話よりも今日お伝えしたかったのは、山ちゃん一度ちょっと試してみなさいよって言ってはった、片山さんがいつもその、まあ、サーキットでコーナリングする時とか、まあ、通常走ってる時に大体3秒先のポイントをずっと見続けてる。山ちゃんなんかどこを見てるかわからないって言ってたね、この間。そう。どうだった？実際測ってみました。測った？はい、はい、僕ね、大体2秒先ぐらいをずっと見てます。なるほど。で、まあそれは僕はスピードが遅いじゃないですか、はい、そんなにこう飛ばして走る。スピード遅い速いは関係ないんですよ。関係ないんや。関係ないの。どんなに速くても、その脳の中で毎秒3億と言われる情報を処理する能力、
でそれがもう一度体に落とし込まれて、うん、それに対処しようとしてちゃんと身構えれてるっていうのが、うん、私の経験値では3秒ほぼほぼそれが一番適切だったね。その、まあ、こう、うん、道路交通量の多いその街中とかね、はい、まあ、そういうところじゃなくて、まあ、峠道、山、はい、表現の気持ちいいワインディングロードみたいなところでは、はい、まあ、一つの目安として一般ライダーも3秒先っていうのをイメージしててもいいでしょうかね。そうだね、俺はそういう一般乗りだったらもう少し遠いのかなという気はするね。一回それはリサーチしてみようかね、次乗るときに、ね、教えてください、はい、うんうん、で山ちゃんが2秒先だった。そう、2秒先は間違いなく近視眼だね。そんだけいっぱい処理しなあかんから、うん、リスキーだよっていうことですね。そう、もっと大変、2秒で処理しないといけなくなるから。さらに片山さん、バッドニュースです。はい、実はこれコーナーになれば、コーナリング中は2秒でもないです、はいはい、1秒に近づいていってます。素晴らしいね。それひょっとしたら山ちゃんは、うん、スーパーコンピューターが頭の中にあって演算方式がもう量子コンピューター並みに早いんじゃないの。いやいやいやだから1秒でも大丈夫だとか、まあ、だからダメなんだって僕は一つ発見しました。俺は富岳ぐらいのコンピューターだからまあ3秒かなと思ってたけど、いや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 量子コンピューターだったんだ山ちゃんは。すいません、なんで、まあ、改めてちょっと僕もうちょっと遠く見ようって思いながら今走ってます。うん、いや1秒だともう本当こういう近視眼だもんね。そうですね、うんうん、1秒、まあ、それが 1.5 秒かもしれないですけど、はい、でも、はい、少なくとも、コーナーに入る手前と、うん、コーナーに入ってからだと秒数、自分が見てる秒数ですね、はい、はもう明らかに近い距離を見てるなっていうのを、近いところを見てる、なるほど、改めて感じました。なるほど、なるほど、うん、で例えばね、この3秒先の未来を見るって僕タイトルつけて、前回のその動画、片山さんが教えてくれた3秒先を見ろっていう話を YouTube にアップさせていただいたんですけども、うんうん、あまり再生回数が実は伸びてなかったんです。面白くないんでしょ。いやいや、僕のタイトルの付け方が悪かったかなと思うけど、でもこれめちゃくちゃ重要やって改めて思ったんですよ。うん、多分今回もヒット数伸びないと思うから、それはどうだろう、みんな当たり前やんけと思ってるってことですかね。いや、わからないですよね。でも僕、面白ない、ただ単にそんな面白くない話題やめてともっと笑える話題にしてと、もうライディングテクニックの話なんかやめてよと。いや片山さん、それは違いますね。僕は違うと、片山さんからいやいやいや、みんなライディングテクニックを聞きたいと思ってます。全然もう思ってないと思う。そんなもうカビが生えてるから。いやいや、でもちょっと未来を見るっていうところを常に意識しとかんと、だから単にコーナーの出口に目線をうんぬんっていうふうな話ではなくてですね、うん、まあ、一つの目安として何秒か先っていうのを一つルール、自分の中でルール決めて、はい、またはその先の僕はでコーナーの出口を見てるつもりだったのに、コーナー中に 1.5 秒先しか見てないわけですよね。うんうん、これってだからその今だと処理はものすごい早くて、いっぱいの処理をし続けなければならないということは余裕がない。余裕がない。もし何らかのあっていう時に、僕は何らかのミステークをしてしまう可能性があるってことですよね。それは僕に聞かなくてもご自身で分かるじゃないですか。はい、でちょっとごめんなさい、もう一個違う話にここから紐づいていくんですけども、はい、片山さんが、数十年前に出された片山隆純俺だけの二輪テクニック、はい、今画面に表示されてます、こちらです。はい、この中にも書いてあったんですけど、うん、まあ、危険回避のテクニックとして、うん、僕はこうするよっていうことが一つ書いてあるのがですね、コーナーリング中、うん、道の真ん中に、乗り越えれなさそうな石が落ちてました。そんなレーシングサーキットに石なんか落ちてないでしょ。いやいや、これ峠道って感じです。あ、そうなんだ。コーナーリング中の真ん中に石、大きな石が落ちてました、どうするって。うん、で僕この前本を読みながらどうするって思った時に、僕の頭に脳裏に浮かんだのは想像しながらですね、まあ仮に左コーナーだとして、その道の真ん中に石が落ちてました、そしたらより内側にバイクを倒して逃げようと僕は何となくイメージしちゃったんですよ。おでも片山さんは僕ならこうするの答えのところに、うん、はい、石の外側に回りますと、はいはい、
なぜなら外側に回るってことは一回バイクを立てれますよね。おお、それは正しいかもしれないね。でブレーキングできますよね、うんうん、で一呼吸置いてスッとそれを回避すると、うんうん、もうまた違う答え出しちゃったわけですよ僕は。なるほど、ブブーの山ちゃんらしくていいじゃないそれいかにもあの山ちゃんとのそのギャップがないと俺楽しく話せないじゃない感謝するよ。あれ俺だいぶマッチだ、俺みたいなやつおらんのかな、それとも僕みんな俺みたいなやつなのかなって勝手に思ってたんだけど、あれどうですか、ライドをご覧の皆さん、あのそういうシチュエーションを頭にイメージした時に内側に逃げようって思うこと自体が少数派なんだろうかね。いやどうなんだろうね。一旦あのバイクコーナーに入ってるわけだよね、うん、入ってるわけですね。コーナーに入ってて、コースの真ん中ぐらいに石が乗り越えれないぐらいの石が置いてある。危ないね、落石ねえ、それ、ええ、さあ君ならどうするって。それでもあのどう考えてもさ、そっからもう一発寝かすっていうのは、うん、あのリスキーだよね、うん、でも人間的には一旦寝てるからもう一回寝かして逃げようっていうふうに、ん、あの働くのかもしれないね。おうん、あ、山ちゃんが思ってるのもあながちそう思っても仕方がないよねって言ってくれてるわけですか。だからこそ多分そこにそういうふうに書いたのは、うん、あの今でもあの自分では、その真ん中ぐらいに落ちてるんだったら外側もあるよねと、うん、当然バイク起こせばブレーキできるしと、うんうんうん、昔オランダのアッセンダカで蛇が出てきたことがあってニョロニョロって歩いてたんですよ、ね、やっぱりその時もあの起こして引いたよね避けれなかったからね、長細くてね、あの、うん、あの蛇ウサギ飛び出してきたりね、いろいろするんだ。あ、うん、あやっぱり起こして回避する、まあ、基本やっぱし起こす方が、うん、まあサーキットの場合はスロットル戻せないしね、うん、あのブレーキ握ることもできないし、うん、開けたままどちらかに避けるとすると、なるほど、うん、まあ、だからこそ3秒先やったらまだその余裕があるわけですよ。ああ、そういうことね、えらいね、3秒先って決めた人は山ちゃん聖徳太子みたいなあの山ちゃんのように1秒とか 1.5 秒先にそんなもの出てきたらそんなことしてる余裕ないですからね。そうかもしれないね、もう乗り越えるしかない、うん、もう下手する1秒じゃない 1.5 秒の差じゃないっていうふうに思うかもしれないけど、それは結構大きな差だよね。うん、改めてですので、もしまだ見てないと、はい、あの3秒先を見ようという動画を見てないって方は、あのこの動画の最後にそこにリンクちゃんと貼っときますんで、次にそれが再生されるようにしておきますので、どうぞご覧ください。それを見てなかった人は今回のも見ないねって。ちょっと僕もサムネイルの付け方が悪かったからいやでもこれね、僕すごく重要やし、まあ、皆さんに安全にバイクを乗ってもらうためにぜひとも、ね、いつものね、山ちゃんの悲願だよね、うん、これぜひ、ね、ご覧いただきたいと思いますんで、はい、ぜひプッシュしてください。山ちゃんがそう言っているんだから多分正しいんでしょう見てあげてください。ありがとうございます、はいはい、ということで今回は、3秒先の未来を山ちゃん見てましたかっていう質問に対して、山ちゃんは2秒先しか見てませんでしたという報告と、はいはい、改めて3秒先を見ようという走り方、うん、でも素晴らしい、うん、でもしっかりとね、実現してトライして、スタディしてくれたということはいいんじゃないですか。傾向、自分がどういうふうに走ってたのかっていう傾向が分かってね、うん、その対策も次回やれるじゃないですか、はいはいはい、それでは傾向と対策、はい、素晴らしい結果をお待ちしておりますので、はい、皆さんもチャレンジしてください。このパターン来週も続きます。はい、それではまた、はい、さよなら。